さまざまな分野において日韓協力、ここをさらに進めて未来志向の新時代を築き上げていきたいというふうに考えています。お願いいたします。どうぞ。はい、日本テレビ柳澤です。日韓関係についてお伺いいたします。まず今般韓国新大統領に選出されたムン・ジェイン氏に対し心からお祝いを申し上げるとともに、安倍総理から新大統領へ祝意のコメントを発出をしました。日本にとって、韓国は戦略的利益を共有する最も重要な隣国であります。日韓両国の協力と連携は北朝鮮問題への対処など地域の平和と安定に極めて重要不可欠であるというふうに考えています。新政権の間でもさまざまな分野において日韓協力、ここをさらに進めて未来志向の新時代を築き上げていきたいというふうに考えています。このムン新大統領ですが、選挙戦での公約で慰安婦問題に関するこの日韓合意について、白紙化して再交渉を推進することを掲げていました。この日韓合意について新大統領にはどのような姿勢で臨むことを期待されますでしょうか。まずこの日韓合意というのは一昨年の末約束したものでありますけれども、国際社会から高く評価をされて日韓それぞれ責任を持って実施をしていく、このことが極めて重要だというふうに思います。政府としてはですね、引き続き韓国側に粘り強くあらゆる機会を捉えて合意の着実な実施を求めていきたい、こういうふうに考えます。